アーブ語、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 バロンは森岡博之の SF 小説、星界の文章シリーズに登場する架空の言語、架空の文字アースによって表記される。アーブ語は設定上、宇宙空間を生活圏とする、アーブ種族が母語とする言語であるとともに、アーブによる人類帝国、フリューバルグレール・ゴルバーリ・フレイバック・グロア・ゴーベリー、 通称アーブ帝国、バールフリューバルバーフレイバークの公用語ということになっている。ヤマト族、トゥアシハラ語派に属する。純化を経ていない、日本語の未来の姿は、ヤマト族日本語派、クロムシタット、ヤマト語及び、松尾語と設定され、禁煙語であるとされている。アーブ語には十一の単母音があり、それぞれの母音を表すための十一のアーブ文字が存在する。 アーブ語の長母音はアクセントによって現れるものであり、弁物機能はない。半母音は以下の3つである。このうち、鳩母音が連続するときの音である。また、といった一部の語中にある和の発音となる。アーブ語において、重母音を認めるべきかの指針は示されていないが、もし認めるとすると、上昇二重母音には、下降二重母音にはが確認される。 Y 形の加工に重母音、母音の組み合わせは確認されない。三重母音は、館にが見られる。十母音が音声として、どのように発音されるかを知るすべはないが、例えばがかな表記で、アブリアルではなく、アブリアルと書かれることを見ると、よりはに近い発音ではないかと考えることもできる。子音も、表の通りである。馴染みの薄いだろう。子音を説明する。 は発音と表記が少々複雑である。流音がと三つあることに注意。なお、基本としてシーンはすべて発音するが、の、アブリアルノのように、目次となる場合もある。ただし、アブリアルノのように、主格語尾を除いて最後に来たシーンは活用の際には、発音るので注意。アブリアルノ耳。なお、名詞にある七つの角は、アンシェヌマンすることがわかっている。 星会の文章特本巻末のアーブ語会は入門の文例より、表記にはアーブ文字と呼ばれる文字を用いる。アースを参照。言語類形論的には、屈折語と耕着語のハイブリッドということができる。現代に本語から変化する過程で名詞と、各助詞の一部が融合して、各変化が、法、ムードと、う、アスペクトを表す、助動詞、スケが融合して、 同詞語尾が生じたことによって屈折性が高まったとは、いえ、一方で生産性の高い節字も豊富であり、日本語が持っている、硬着語的な性質を十分に維持しているためである。語順は日本語本来の素部に加えて、素母の語順も可能であり、語順の自由度は高いと言える。就職語はいくつかの例外、例えば名詞第一型の生角を除いて、基本的に、非就職語の後ろに置かれる。 名詞は七つの格を持ち、格変化によって示すことのできない格情報や、その他の文法範疇を高知詞によって示す。動詞の層、アスペクトと、方、ムードは、動詞語尾によって示され、対、ボイス、規定などは、動詞設備時によって示される。日本語において、活用語であった形容詞は、活用を失い、コピュラ動詞、姉によって時性などを表すようになった。 日本語では未発達だった、無常物の代名詞、英語の i、u、he などに相当するものが発達しているが、イン語語やセム語のように三人称の男女の区別はない。文法範疇としての敬語も消滅し、ポライトネスは統語的な表現、言い回しによって表現される。名詞の文法情報を書く変化と高知詞の二つによって表す点、形容詞が変化しない点などは、 アルタイ書語の文法に類似している。名詞、主格語尾により四つの変化型を持つおよび、代名詞、人および、無生物に分かれるは七つの格、主格、体格、生格、予格無改格、脱格、愚格を持つ。五末の C、E、C の後ろの R は発音されない。よって、第三、四型の主格語尾 C、 第二型の生覚語尾 R は発音されず、具覚語尾のルの発音はである。また、保守会の文章特本、刊末のアーブ語解は入門の文例では、発音のカタカナ表記から、これらの語尾がアンシェヌ版することがわかる。それぞれの格は次のような意味を持つ。それぞれの格が持つ意味は、起源となった現代日本語の格が持つ意味と、大体において一致するが、いくつか注意すべき点がある。 1> 第1型に属する単語のうち、現代日本語において語源が、で終わる名詞、ローラン、トーさん、サラン、カーさん、アレン、アソン等は、例外的に、主格語尾 N を持つが、このような名詞も、主格以外においては、第1型と同じ格語尾を取るようである。日本語と異なり、アーブ語は、ウジ物を示す、代名詞が発達している。代名詞のうちを示すものは、 数と認証によって分かれ、無常者は数と金証、中証、炎証によって分かれる。代名詞は名詞と同じように七つの格に変化する。日本語の助詞のうち格変化語尾にならなかったものは高知詞として残った。就職語はいくつかの例外、例えば名詞第一型の生格を除いて、基本的に非就職語の後ろに置かれる。つまり、非就職後、 就職後1の性格、就職後2の性格となるが、就職後の順は日本語とは逆である。つまり、日本語では、就職後に就職後1、就職後の順となる。アーブ語の動詞語尾には三つのムード、直接法、仮定法、命令法、分子、四つのアスペクト、不定証、官僚証、進行証、未然証に応じて、以下のように分類される。 内は、母音の後の場合、官僚省は、過去時制を兼ねる。アーブ語の仮定法は、ヨーロッパ語文法における仮定法と異なり、実現可能性に関して、中立的であり、単純に条件を示す。動詞節美辞としては、使役のマイナスアズ、受動のマイナス AR、否定のマイナスアドマイナスが挙げられる。動詞節美辞は、動詞語感と活用語尾の間に挿入され、 その順序も as, ar,、あず、AR、アドマイナスと決まっている。すなわち、作意、書くを表す。動詞語感直接法現在の活用語尾に対して、作あず A R E 書かさせる。作 A R どい E 書かれない。作あずあど E 書かせない。作あず A R どい E 書かせられないとなる。訳語を見ればわかるように、この順序は現代日本語から引き継がれている。の中には、 動詞語感について名詞化するもの、名詞語感について意味を拡張するものなどが存在する。語感末が子音であるか母音であるかによって異形態を持つものがあるが、以下においては、スラッシュの前が子音の後に現れる異形態であり、スラッシュの後は母音の後に現れる異形態である。アーブ語の語彙は現代標準日本語起源の単語が大部分であるが、 日本語の古語に起源を持つ語も相当数見られる。俗語に起源を持つ者ものも稀にある。非日本語の起源を持つ語も数例見られる。以下は翻訳借用語の例である。経済は日本人による造語であるため、その発想自体は日本人によるものだということで翻訳借用が許されたのであろうか。整形に関しては翻訳尺用語であるとは断定しがたいが、その可能性は 高いと見られる。和社は、アーブのほか、帝国に支配されるアーブ以外の民族であるアーブ、帝国国民、霊府を含む。国民は、大抵の場合アーブ語を母語としないため、それぞれの母語に由来する名前を持つことがいい。このうち特に知られるのが、野原天皇を母語とする旧セクティア、連邦所属政系出身者の使うセクティア方言で、ある。この方言は、 標準アーブ語より母音が少ないため習得が比較的簡単でり、他の成型出身者もセクティア方言を話すことが多い。そのため、セクティア方言を国民語とも呼ぶ。複数の報告からの移民によって成立した、地上世界ではアーブ語が共通語に指定されていることがある。スファグノオフ広告もその一つが、文法が簡略化され多くの外来語を取り入れているため、 そのようなアーブ語変異体同士では、意思の疎通が困難であることが多い。例えば、保守会の文章の登場人物である、葬儀屋は、アーブ語でとされている。正規アーブ語では、名詞は、必ず C、H、N の語尾を持つので、これは、正規アーブ語ではなくクラスビュールアーブ語で、あ、正規アーブ語でと言うべき単語が鉛理化したものと推測される。アーブ語の、 第4型変化名詞は、互換内での交代を行うが、クラスビュールアーブ語では、形態素が低体に統一さたために主格2が現れるのだろう。正規アーブ語では表記上のみ現れる。主格語尾もクラスビュールアーブ語では、表記されていない、核変化そのものがない可能性もある。アーブ語は、作品の出版された20世紀末から21世紀。 初頭の世界から見た少々あるいは大幅な未来、地球の衛星軌道から太陽系の惑星軌道への人類進出が相当、進んだ頃、日本を出身とした者たちが、住人のほぼ全てであった軌道都市と岩橋原において、ちょっと常識的には考えにくいことであるが、何らかの原因により過激な言語復古主義者による純化を行われた、かなりの人工言語的な性格のある自然言語で、 一種独特な日本語系の豊橋原語がその直接の祖語である。彼らは当時の彼らの日本語から漢語を主として外来語とそれに基づく音韻を一切廃止、基本的には上代日本語、いわゆる山和言葉に基づいて日本語を再構築した。しかし彼らの現実に不可欠であった各種のおそらくは近代の前後に作られたものを主とする。 いわゆる和製漢語を含む漢語や外来語概念を表現する語が大量に足ないのも事実でもあり、その結果として大和言葉への直訳や各種の語から大和言葉的な語を造語して補うことが行われた。その後、軌道都市という足原から境外探査のために送り出された原アーブたちが用いていた通足原語は文字を与えられず少人数で 閉塞的な生活を営んでいたこともあり、アーブがトヨアシハラを破壊した後、急激な短縮化現象によって大きく変容した。その段階は、であった。従って恋は、大和言葉に基づくものなどもあるものの、音韻的には、大和言葉とも、現代日本語とも大きく変化し、日本語の大きな特徴である、海音節構造、N。 を除くほとんどの音説が母音を割るも変容している。以上のような音韻の変化は文法までも変化させ、形態的類型論で言うならば、屈折語の性格が強くなり、ほぼ純粋な膠着語とされる、日本語とはかなり異なった言語とさえ言える。また一例を挙げるなら、主人公人との発音するラフィールの、フは人との出身からほぼ間違いなく英語の F。 下唇を軽く噛むであるのだが、一般のアーブの多くも、外部、地上世界出身者との接触などによりそのような、発音の影響を受けており、22世遺棄以前の日本語を母語とする和舎のような無声量唇、摩擦音で発音するのは、貴族のうちでも皇族に近いものなど、減ってきている、という設定がある。長期では、多くの言語で見られる何らかの音韻の変化という、 現象ではあるけれども、実際に一つの言語でこのような大きい変化が全て起きたとされる実例の研究は今のところない。ただ、少なくともエジプト語においては、膠着語屈折語孤立語循環説なども提唱されており、現代英語が屈折語からほとんど孤立語に近づきつつあるのも、この一例と理解される日本語からアーブ語への文法構造の変化は決して高騰。 無形であるとは言えない。詳細は、星会の裏設定を参照。作者による体系的な辞書は作成されていると思われるが、一般には公開されておらず、作者による解説は、星会の文章特本の巻末にある会話と文法の解説のみであることから、ファンたちが前期資料やアニメなどから独自に辞書を作成している、外部リンク参照のが現状である。 また、原作に登場するアーブ語はカタカナ表記のため、前期資料に明記してあるものを除いて正確な綴りが不明なものが多い上、資料自体にも人名などに語気が見られる。うん、さらに、音声資料はアニメ版の文章及び、先期の冒頭アナウンスのみ、テロップは日本語訳しかないため、こちらも不確実な点が多い。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。